出てくるだけでおおって思うキャラクターたちなんですけど、絡みが面白いです。この人とこの人がもし出会ってしまったらっていうような、そういうペアがいくつかあって、笑えたりちょっとしびれちゃったりっていうところではちょっとたまらないところがいっぱいありますね。ハンコックとバギー、彼らは多分どっかで会っているのかもしれないんですけど、彼らが会話するとこは見たことないじゃないですか。いやー悲惨ですよバギーとして悲惨です。だけどそこがいやもうたまらないぐらい面白いですね。あのウソップの解放するところとかもあったんですけど、今回冒頭かな、ローがまたちょっと手負いで、あの一応あのみんなと会ってでちょっと解放するかもっていうようなシーンがあったり、結構今回医者として活躍してるかもしれないですね。皆さんこの夏お待たせいたしました。また3年ぶりですかね、映画がやってきます。今回見どころ満載です。真打ちバンバン登場します。ぜひぜひ楽しみに劇場に足を運んでください。みんな待ってるぞ。ぜひ見てね。映画館でお待ちしてます。ちょっと難しかったです。あのものすごいスピードで展開していくのと、実際のあの場面ではありえないような設定でキャラクターがいっぱい出てきて、そしてまたその伏線として私とサンジとかこう淡々と進んでいくっていうその動線がちょっと難しくて、本当になんか一冊五冊あったんですけど、一冊ずつゆっくりゆっくり読んだ感じですね。だいたいそのロビンが考えてロビンが主体で動くとかっていう感じが多いんですけれど、そのサンジとずっとこう一緒に一緒のところになんかこう2人でずっと行動したっていう感じがあって、そこはちょっと面白かったのと、まあ、自分の中ですごく気に入っているセリフはちょっと悲しいウソップがあんなボロボロにされて、その後で電話しても通じないっていうその心配の仕方が、何があったのウソップって言ったのかな、そこのなんかこうロビンの心情というか、私的にはねすごい好きなとこです、うん、ただねなんかもうロビンなのか自分なのか、もう怖いものがないんですよ何というんですか、仲間がいるから、一人じゃないから、だからあの気まずいですよ、気まずいですけど、前見のようなひるみ方はもうしないと思いますが、皆さん今回の映画は 2D だけじゃなく 4D でもお楽しみいただけると思いますよ。ぜひ見てね。映画館でお待ちしてます。スーパーに楽しんでおくれよ。そういう意味で今回はそのフランキー将軍からちょろっと顔を出してこう喋るとかっていうところの、どういう状況の中でそうやってパコってこう顔を出して、まあ、トガキには多少書いてあるんですけど、でもなんかこうちょっとなんかおどけてしまいそうになっちゃうんですよね、なんか俺的には。でもあここはやっぱ戦ってるんだからそんなにおどけちゃいけないしとかっていうところはちょっと若干自分の感情を抑えつつっていうところはありましたけど、でもまあ自分の役割分担というものはこういうもんだろうというふうに思っているので、そこの中ではきちんとやれたとは思っているんですけど、だからあのだって本当のこのワンピースの終わりを知っているのは小田栄一郎と初代プロデューサーしかいないわけで、それ以外この世の中には存在しないわけで、でやってる我々は本当に終わるって意識ないですよね。だからいや聞かないですよ、うん、それよりもなんかもっとそれこそ昔みたいになんか一緒に遊び行って
新しいなんか面白い店があったから行こうぜとかって言って、なんかそういうところにこう栄一郎を連れてって、また新しいワンピースの世界がちょっとでも広がればいいかなとかっていうことは思いますけど、いやだから本当にどこまで行くんだろうっていうのは逆に楽しみですよね。ワンピース久しぶりの映画スタンピード、めっちゃおもろいで、みんな劇場で見てや、何もんやねん、スーパーに楽しんでおくれよ。それじゃあまたお会いいたしましょう。よほほほほほほほ。おなら？それだけですね。どんな音が出るか僕は聞いてないんで。ピスかプかブか、緊張感の中でどの SE を出すかはもう監督の大塚さんが決めることなんでしょうね。匂いでアクセブラックやらしたろってチョッパーに言われるだと思うんですよね。だからスカシに近い音なのかなって気がするんですけどね。ないですね。だからいいですね。あ、いいんですか。いいじゃないですか。え、どんなか、どんな風に言わなくても言ってもいいってことですよね。考えてみれば涙流して、という時はやっぱり涙流さなきゃ表情で言わなきゃいけないっていう制約があるけれども、普通にやってる時はその時の感情の中で喋ればいいことだから、その流れの中の感情で言えばいいってことだなって。自由度があります。仮面かぶってるみたいなもんですよね、うん、スタンピード、歌姫アン、これがですね、歌姫いつ歌うのかなと思ったら歌いません。全然歌わないんですよ。その存在感がいいですね。もうなんか楽しそうにやってますね。僕はこの歌姫アンが好きです。はい。あ、ブルックと一緒に歌いたかったな、ね、スタンピードの歌を歌いましょう、アンちゃん。あ、全然関係なかったですね。皆さん、それじゃあまたお会いいたしましょう。よほほ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 。乗るぜ、あんたの話。やろうぜ、海賊の海賊による海賊のための世界一の祭り、海賊万博だ。それは世界中の海賊たちが集まる祭り。これは海賊王からの挑戦状だ。その手に宝を掴もうではないか。しかしただの祭りじゃねえ。ヤバい事態になりそうだ。そろそろお前さんの野望を始めないとな。ウソっぱー、何やってんだお前。命ある限り、ロジャー海賊団の元クルー、バケモンだ。始めようか。これが俺の新時代だ。この俺の強さは俺一人だけが勝つためにある。そんなもん海賊王じゃねえ。望み通りバスターコールじゃ。全てを叩き潰してくれる。圧倒的な強さを前に絶体絶命の危機。麦わら。心配ねえよ、ここにいるやつでやるんだろ。なら絶対大丈夫じゃねえか。行くぞ。劇場版ワンピーススタンピード。